さんこんにちは、競馬好き OL のレモンポップです。今回はこちらの3レースで馬券勝負をした様子をお届けしたいと思います。またこの前コミュニティでも投稿させていただいた通り、エリザベス女王杯で視聴者の方が参加できる馬券勝負企画をしてみました。果たして結果はどうなったのでしょうか。最後まで見ていただけたら嬉しいです。スライハド収まりました。11頭スタートしました。コーダッシュ10番エンヤラブフェイス、11番ナムライハブ、内1番クリーンエアは後ろから、先行争い5番の名将サチダケと外を7番のジューンブレア、この2頭の先行争いになりました。3番手6番テイムチュララン、九州サンバがその間に入って前3頭横に広がっています。4番手の位置2馬身離れて2番のジャンタルマンタル、その外ぴったりと4番のダノンキラベア、その外を通って10番エンヤラブフェイス、2番手グループは3頭です。1馬身半離れて間から8番フルレゾン、それから9番パンティアーモア、その外11番ナムラエイハブがいて、内から1番のクリーンエア、最後方3番のナムラフッカーです。外回りコースに入っていきます。坂を上がっていきます。5番の名将サチダケ先頭でリードが1馬身ぐらい、その外6番のテイムチュララン、坂を上り切って下りに入る800切りました。47秒ぐらいで前半の 800m です。3番手インコース2番ジャンタルマンタル、ぴったりとその後ろ4番ダノンキラベア、その外を通って7番のジューンブレア、3番手グループ、それから10番インヤラブフェイス、差がありません。坂を下り切った600切りました。4番のダノンキラベアが徐々に促して前との差を詰めようとしている。大外から11番のナムライハブ、あとは1番クリーンエア、8番のフルレゾン、4コーナーのカーブ、9番カンティアモは最後方になりました。直線に向きました。逃げる5番の名将サチダケの外から上がってきたのは7番のジューンブレア、ジューンブレアか、最内2番のジャンタルマンタル、内外とに離れました。間からは10番のエンヤラブフェイス、200を切った。最内から2番のジャンタルマンタル、ジャンタルマンタル、内外遠いから抜けた。2番手からは7番のジューンブレア、内5番の名将サチダケ、間9番エンヤラブ、10番エンヤラブフェイス、先頭2番ジャンタルマンタルゴールイン、2番のジャンタルマンタル、鮫島勝馬。スタートしました。おっと落馬、カントル15番カントル、スタート直後落馬です。さあスタンド前、外からユニコーンライオンが出ていきます。今年も花を奪いますか。内からは4番帝王シリウス、帝王シリウス譲りません。3番手が今5番シルトホルン、あとはバビット、そして13番ウィンピクシス、さらにはグリューネグリーンがいって、そのうち8番のオスザワールド、あとはないままがいって、うちは3番ダンテスビューです。各馬スタンド前を通過、第1コーナーをカーブしていきます。さあ先手を取りました4番帝王シリウス、リードを3馬身、2
2コーナーへ向かいます。ユニコーンライオン、今年は2番手、そのうちには5番シルトホルン3番手、あとは3馬身差、7枠2頭ウィンピクシス、バビット、2コーナーをカーブしていきます。そして2馬身差、内にノースザワールド、外は10番グリューネグリーンです。向こう正面に入りました。あとは3馬身差、内3番ダンテスビュー、ないままが行って、さらには9番のバンケドミンゴの体勢、内1番アナザーリリックです。さらには半馬身差、後方にいます6番ホウオーエミーズ、あとは2馬身差、後ろから3番手には外に7番ダンリズム、内は2番のカレンブシェルブル、最後方は11番アヘルナルスター。さあ15頭第3コーナーをカーブしていきます。逃げる4番帝王シリウス、リードが半馬身、ユニコーンライオンが2番手、あとはバビット、内に控えている5番シルトホルン、4コーナーへ向かいます。外から仕掛けました6番ホーエミーズ、スーッと上がっていく。さらにその外から7番のダンリズム、第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。外を回って今度は6番ホーエミーズ、ホーエミーズ先頭だ、ダンリズム、アケルナルスターが追い込んでくる。そして懸命にシルトホルン、さらには内2番のカレン・ドゥシェルブルですが、先頭はホーエミーズ、ダンリズム、ダンリズム、ダンリズム、ホーエミーズ並んでゴールイン。3番手はカレン・ドゥシェルブルか、内をついたウィンピキスか。収まりました。係員離れて体制完了、スタートしました。おっとジェラルディーナが遅れました。最後方です。さあ先行争い、まずは好スタート、9番のアートハウスが出ていきました。そしてその後ろから4番ローゼライト、そばから12番ゴールドエクリプス、さらに内からは3番のハーパーも先段へ、内5番手が1番のブレイディベーグ、その14番マリア・エレーナ、間から8番の新緑化、その直後2番のルージュ・エヴァイユ、11番ライラック、その外に並んでいった7番ジェラルディーナ、その後ろから6番ディビーナ、追走ディビーナ、今日は後方1コーナーのカーブです。花に立ったのは9番アートハウス、リードは1馬身半、4番ローズライトが2番手、3番手3馬身差、3番のハーパー、それに外からじわっと接近、12番ゴールドエクリプス、1馬身5番手に1番のブレイディベーグ、それに1馬身差、差を詰めて14番のマリア・エレーナ、1馬身外に7番ジェラルディーナ、向こう正面です、内並ぶ2番のルージュ・エヴァイユ、1馬身半差8番新緑化、その直後に6番ディビーナ、中段やや後ろ、内から10番クナスッと上がって、2頭の後ろ11番ライラック、その後は1馬身差、内から5番の伊豆城の奇跡、1000m は61秒1で通過。そして後方2番手5番の伊豆城の奇跡をかわして13番のサリエラ、最後方わずかに遅れて15番のビッグリボンです。外回りコースに入っていきます。後続に2馬身のリードをつけて9番がアートハウス、差を詰めて4番ローゼライト、坂を登っていきます。あとは4馬身ぐらい離れて3番ハーパー、頂上から下って残り800を通過、その並ぶ12番のゴールドエクリプスが続いて4コーナーのカーブにこれから向かっていきます。あとは14番のマリア・エレーナ、内から1番ブレイディベーグ、7番のジェラルディーナ、600を通過、坂を下り切って4コーナーカーブ、さあ先頭9番アートハウス、リードは1馬身半、2番手4番ローゼライト、その後にゴールドエクリプス、3番ハーパーワースのうち、4コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭9番アートハウス、リードを2馬身保っているローゼライトが内、それを追って1番のブレイディベーグが追ってくる、さらにその下からは3番のハーパー、200を通過して先頭9番のアートハウス、さあ迫る1番のブレイディベーグ、一気に突き抜けた、その内から2番のルージュ・エヴァイユ、そしてハーパー3番で争い、先頭1番ブレイディベーグゴールイン、1番のブレイディベーグ人気に応えて G1 初制覇。ここで視聴者参加型企画の結果発表をしたいと思います。今回の回収率上位3名はこちらの方々です。おめでとうございます。というわけで今回は3300円投資の0円回収という結果でした。最近なかなか馬券が当たらなくてスランプ気味になってしまっています。来週のマイルチャンピオンシップではしっかり当てられるように頑張って予想していきたいと思います。また今回もコミュニティ機能を使って皆さんと一緒に馬券対決をしたいなと思っています。
もし参加してみたいと思っていただける方は、土曜日の夜にコミュニティに投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。